かる。わかんなくね。いやでも共通語補充問題。まあ素晴らしい生存率なんでしょうね。もちろん悪問です。悪問じゃない。まあ中学生にしては悪問。本題始まりました。もちチャンネルです。今回はですね、はい、バンカラジオのお二人おいでいただきました。どうも、バンカラジオのキダです。ヤネスです。これ、ボケる。ここつけて。用意してたんですけど。挨拶で出るのかなと思ってた。ちょっとやめようと。まあ、やめつけですから。はい。やめつけじゃない。さあ、はい、今回なんですけども、まあ、お二人とも早稲田って文学部と国境なんで、そうですね。そう、英語できなきゃね、いけないとこなんで。うん。うーんって言ってるんですよ。ちょっとね、英語力試していかなきゃと思ってですね、英検が僕準1級を準1級持ってるんですね、はい、だからね、こういうところに英検1級のねやつとかもいっぱいありますけど、ね、たくさんあるんですが、こういろいろあるんですが、そんなお二人に今回挑戦するのは、はい、開成高校の入試問題。高校かどうなんだろう、開成高校ってやばい、いやどうなんだろう、いやどう、わかんないわ、想像ができないと思うんでやってもらおうかなと思います。はい、僕の動画を見てれば答えはわかるんですけど。何言ってんすか、僕帰国子女ですよ。お出ました、言っとくけど帰国子女、彼が解いてくれますよ。 お前はさ、いやでも任せてください、英語だけはずっとやってきたんで、やってみますか。はい、ではこれやってみましょう。こういう感じだったんですね。こういう問題で、はい、これ受験してるみたいな感じだ。スタート。わかる、わかんなくね。いやでも共通語補充問題ですね、これね。あれから、あー、はいはい、分かった。なんかジェネラリーなんだっけ、なんか聞いたことあれば。2つの空欄に共通する一語、これ時制とかなしで。時制とか、時制とか、あれどこ、めちゃくちゃ悩む。バンカラジオめちゃくちゃ悩む。久々に超える。やあ、うわ、単語が出てこない。でこれ大門さんだけですか。いいです、進んじゃっても全然いいですけど、はい、いや一旦ここで一旦ここでやめすけがついてこれなんですよ、ね、はい。やっぱね、途中でやめすけになられた困るんで、やめすけ、やめすけ、いや、やめ、僕はもうやめすけです。あ、お、まあ、5分ぐらいですね、だから、まあ素晴らしい生徒率なんでしょうね。もちろん。さあ、なんと書くのでしょう、わからないところはボケてくるのでしょうか。すげえハードル上げてくる。大喜利求めて。今なら振りだと思ってます。森哲さんの優しさですよ。森哲さんが言ったからボケたんだよって、その言い訳ができるように。ありがとうございます。じゃあ。いや僕はね、これを瞬時に解いたんですよ。いや一緒にしないでください。あ、変えた。ちょっとね、なんとなく分かってきました。さあ、終わった。終わりました。さあ、10分ぐらいですね。だから5分と10分みたいな感じです。まあまあまあ。さあ、これが果たして文学部と国境の差なのか。では、答え合わせしていきますね。おぉ、赤ペン。来た。すげえな。頭めっちゃぶつけてる。これ、うわぁ、もうカメラガンガン揺れるし。はい、では、うん、1問目いきます。自信はどうですか、1問目。え、めっちゃあります。めっちゃあります。はい、Strangely, なんとか。Esther's raining whenever I try to go out. と、I'm tired of his complaints. I've had... なんとか。さあ、何にしましょう、答え。Speaking. お、Speaking。セットです。セット、あ、さっきセイドって言ってたね。Strangely って来てるから、多分、まあ、Strangely speaking。はい、Hard speaking になっちゃいますけど、でも、I've had speaking になっちゃいますけど。これはもう、いけんじゃないかな。I've had said になったらすごいことになってますけど、過去分詞の嵐ですね。もう上さえ埋められない。二人とも違います。うわ、答えは enough ですね。え、 I've had enough は分かりますよ、意味。I've had enough。 え、どういうこと。うんざり、もう十分、もううんざりって意味です。I've had enough。 ちょ、習ってない習ってないよね。 Strangely enough ってどういう意味ですか。はい、これですね、副詞プラス enough っていうのはですね、特に意味はないんですけど、surprisingly enough とかですね、置けるんですよ、普通に。むずいね、奇妙なことに。strangely enough とか、そうです。普通にただ奇妙なことにって意味ですから。習ってないの、習ってないわ。でも、悪問です。悪問じゃない。あ、まあ、中学生にしては悪問。高校生だったら解けなきゃ、アドの授業出てたじゃないですか、うん、授業終わって2つ出てました、長文中に。これ何々な。あ、でも多分僕ら3年前なんで、うん、まあ、改定されてる。臭い。 いや、その時にはまだこの言葉なかった。あるわ。い
いやこれはちょっと知らないよ、ね、何々なことにってなんか引っ張られましたね、うん、ジェネラリーなんですね、ジェネラリースピーキングですね、だからそれに引っ張られてますね、まあでもセットはどっちもダメですけど、まあ、そうこれはね、まあ、知らないと無理なんですよ、普段英語触れてればしょっちゅう見るんですけど、これだけで習ったりとかしないんです、普通だからこの問題は難しいです、はっきり言って、うん、なるほど、まあでもこっからね、バンカラ魂ですよ、だいぶ自信ありますね、ここからはマジで自信ある、さあ、はい、2問目、 At this restaurant the food was good but the なんとか was very slow they provide a shuttle bus なんとか from the station during the festival、 やめすけさん何にしました、2番目、いや早く答えろよ、2問目、今考えてる、考えてる、今もう書いてあったよ、書いてあったよ、違うなと、え、いやでいいよそれで、はい、なんですか、かっこつけんねん、ウェイトです、重さの方、ウェイトです、あ、ウェイトレス、あ、違うよ、ちょっとこれ重さって書いてある、重さって書いてますよ、重そのレストランはご飯はちょっと美味しかったんだけど重さが遅かった意味わかんないウェイトレスが遅かったって言いたかった、分かんなかったスペルがウェイトまでしか、あーなるほど、よく早稲田入れましたね、もうもうその時点で間違ってますけど、重さのスペルで書いてる時点でそこにレスつけちゃって重さないみたいな、ウェイトレス2個間違ってますよ、これシャトルバスウェイトレスじゃあ国境側は当然答えは、ちょっと僕挽回させてください、はい、サービスです、正解、おーい、分かりました、はい、まあ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 、これはまあ両門ですね、まあ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 、普通に挽回しました、挽回維持を、さあ行きますなんて挽回維持を、3問目、はい、It was a few days before he was completely なんとか pain You can take this pamphlet for、 あーこれ簡単よ、これいけんじゃないですか、これ簡単す、うん、おどうぞ、いいっすか、はい、やんなやすけ、いや、ナスケ、ナスケ本当にやねすけって書いてある、やねすけ、はい、俺お前これ分かんないの、僕のサインですよ、お前本当に分かんないのこれ、分かるだろさすがに、いやいや分かんない、絶対分かるって、だってやねすけと交換にこのパンフレット持ってけるよってやねすけオブペインで普通のやねすけですよ、コンプリートリーってきてるからね、形容詞がね、僕がさあ僕がもうちょっと答えを教えてあげましょう、答えはフリーです、正解、正解ですね、 free of pain、 パンフレット無料であげますよ、そうそう for free、ね、無料で持っていけますよと、痛みがない、これ悪問じゃないですか悪問じゃねえわこれだいぶレベル下がった問題だと思いますよ、ね、やばいよ、まあ、こっから本当に僕自身なんで、おこっからです、じゃあ4問目、This new building is 5なんとか high と My mother used to tell me some なんとかFrom old Japanese fairy tales ね、はい、これ解けなきゃもうやみすけ、おこれはや、マジでもこれちょっと難しかったな、やみすけって言いました、今やみですタイムズ、タイムズ、そしてミーターズ二人とも不正解ですあでもこれ分かんなかったな、これや分かんなかったですか、これ答えはストーリーズですね、ストーリーズ、ストーリーズハイってなんですか、ファイブストーリーズハイ、公開だとですね、ああそういうんだ、ストーリーには回って意味がありますね、やったね、イギリスでスペル違いますけどアメリカでは同じスペルです、イギリス英語だと違いますよね、イギリスはスペルが違うだけで同じ意味です、だからだ、だから、まあ、オーストラリアイギリス、オーストラリアイギリス英語、いやいやイギリスも使うってスペルが違うだけで使うから、ストーリーそう何回っていうのと話っていう、いや俺知らんかった、なるほど、5メーターの高さだと思ったわけですね、だいたい5メーター、この新しい建物キロでもないし5メーターセンチでもないから5メーターぐらい、5メーターです、 You used to tell me some meters from、 いやなんか話ってるのは分かったですよだからなるほどね、 5 times high っていう5倍の高さこの何と比較してHigher とかにならなきゃいけないですね、その場合だったね、 My mother used to tell me sometimes、 あ、時々まあいちご sometimes from どっちもダメじゃん、うん、お前ここまではその最後の問題のためのなるほど作戦なんで、なるほど、伏線やっぱ終わりよければ全てよしって感じで、そうね、はい、よくないけどな、さあ最後が I have moved several times since I saw you なんとかと This cold weather will blah blah for another week、 2人の答えが同じです、お正解は、さあどうぞ2人も、せーの、ラスト、そうです、正解です、大正解、最後の問題はラスト、ラストの問題はラストでした、できましたね、そうですね、Since I saw you は最後にあなたに会ってからって、これ簡単でした、これは簡単じゃないですか、まあ、ヤネスケが解けるんで、そうですね、もう動詞のラスト知ってたんですね、いやもうこんな普通に逆にこれ解けないとかあるんです続く意外と難関高校入試好きですね、ラスト出してます、このラストということで、正解数が僕3、3と1ですね、ということでバンカラジオ VS 改正の5位問題はこういう中途半端な結果になりました
お前1問正解すんだよ最後。そうそう最後だって一番最初もう書いてましたからね、ラストだけ書いてあった。ここだけちゃんとここだけ分かった。これで早稲田っていうのは酒飲んで脳にアルコール回してロータリーで寝て学力が下がるって言われてるけど、別にリモートでも下がると。いやだからこれで分かったんじゃないですか、視聴者の方も。森哲さんがこうやって悪問を出していじめてくるっていう、うん、聞いてないですからね僕ら。あれテスト受けるなんて、そう言ってないです、ね、うん、ひどいですよ、ひどい大人です。私こんばっかってる関係ない汚い大人やで。え、休止理由言ってるんですか。去年の10月ぐらいに辞めたんですけど、はい、まあ、2年ぐらいやってて、やりたいことが結構2人とも性格が、はい、うん、コントだと分かんないと思うんですけど、はいはい、違うので、結構 YouTube に対してやりたいことっていうのが真逆の方向に行ったりした時があって、あ、でかつやっぱその時は結構サークル員を大所帯で囲んでて、はいはい、僕らのその決定によって、うん、でその人たちも動かさなきゃいけないので、まあ、一旦ここはもうお互いの意思疎通ができるまでしっかり休止して考えようみたいな感じで。なるほど。 YouTube ばっかやってたんで、はい、なんか結構見えなくなってきちゃって、自分たちのやりたいことが。これ休止中の頃に勘太郎さんがいつも言ってましたかね、パンカラジオ休止してんのに再生すると思うんだよつりーなーって。いやなんか休止期間中が実は一番パンカラジオ伸びたんですよ一番再生数あったんですよ。そうなんですよね。そうだから再生数取ってるしさーっつってすごい言ってました、勘太郎さん。ほんとびっくりした。で僕らもそれで、うん、やっぱ今までやってたこと間違いないんだみたいな感じで、でよしこのままコント動画出してたら、うん、俺らさん結構すぐ10万ぐらいいくんじゃないかって思ったら、なんかいかないみたいなで一番その上がって下がった時に始めちゃったんで、ああ、はいはいはい、体がきついな。なるほど、そういう感じなんですね。これはパンカラジオにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。